アイリーン・ギャレットアイリーン・ギャレットは、アイルランド人女性の霊媒師。イギリスの非営利団体ブリティッシュ・カレッジ・オブ・サイキック、サイエンスの創設者であるジェームス・ヒューワット・マッケンジーの、元で、投資能力を開発し、霊媒となったとされる。1920年代中頃には、予知能力者として、心霊主義者たちの間で著名な存在となった。1931年には、 心霊現象研究協会の招待を受けてアメリカに渡りニューヨークなど全米各地の大学で心霊パフォーマンスを行ったほか警察の行方不明者捜索にも協力した。超常現象関連の書籍や各メディアにはギャレットの霊媒としての実績について以下のような記録がある。心理学者のローレンス・スルシャンは 自ら主催した実験で、ギャレットの披露した投資の結果に感嘆した。彼女のパフォーマンスに感銘を受けた者の,の中には、心霊主義者のみならず、怪奇主義者もおり、頑固者と言われた映画監督のセシルビー・デミルも、亡き母の霊が自分のそばにいるとのギャレットの語りに感類した。また、ギャレット自身は、初等教育しか受けていなかったが、その才能、知性、人柄により、 コナン・ドイル、バーナードショー、カール・グスタフ・ユングといった多くの著名人たちが彼女に引き付けられた。特にドイルは、前述の R101 の事故をギャレットが予知した際、R101 の航行を中止するよう、イギリス航空省へ訴えたという。後年には、喫茶店や労働者用のホステルの経営、文学雑誌、トゥモロー発刊などの活動を行い、1951年には、 心霊現象、超常現象研究支援の理解を広める事業として、ニューヨークで超心理学研究のための基金を創設、超心理学研究促進のために同士に、超心理学財団を設立した。この財団は、ギャレットの没後も、彼女の娘と孫娘らが引き継いで運営している。ありがとうございます。